生、おはようございます。おはよう。おはようございます。私は笹岡直子、この五つ葉幼稚園で幼稚園教諭をしている。先生おはよう。あれ、しんたくん、ママは？ある日、園児のしんたくんがたった一人で登園してきた。いないよ。いない？今までそんなことは一度もなかった。いつもは美人なママさんに連れられてくるのだ。ママはどうしたの？何か用事でもあったのかな？するとしんたくんはなぜか猛烈に絵を描き出したのだ。あら、上手ね。そしてこんな感じでね、朝起きたらママは冷たくなってたよ。それはなんだか不気味な絵だった。これベッドよね。それで横になっているのがママさん。そう、しんたくんの描いたママはなぜか真っ青に塗りたくられていたのだ。うん、でも話しかけてもお返事してくれないんだ。え、しんたくん、ちょっと聞いていいかな。どうしてしんたくんは青でママを描いたのかな。ママが青いからそのまま描いたんだよ。しんたくんは嘘をついている様子はなかった。青いってママは何かお顔に塗っているのかな。ほら、普通はお顔って肌色に。ううん、何も塗ってないよ。今日の朝起きたら青くなっていたんだ。私の想像は聞けば聞くほどどんどん悪い方向へと膨らんでいった。きっと考えすぎよね。ほら、しんたくんは天才肌のところがあるし、きっとただ奇抜な配色だっただけよ。違うわ、そんなのリアルじゃない。おままごとだからって手を抜かないでよ。なんだよ、ちょっと間違っただけじゃんか。喧嘩しないでください。とにかく私はその日は気にしないことにしたんだけど。おう、しんた、帰るぞ。はい。夕方、お迎えにもしんたくんのママは来なかった。代わりにパパがやってきたのだ。あの…しんたくんがこれをですね。私はどうしてもあの絵のことが気になって、私はしんたくんが今朝描いた絵をパパさんに見せた。これは…すると、お前、あんまり人のプライベートに首を突っ込むなよ。言っちゃった。結局何もわからず疑念だけが私の心に残った。じゃあ後片付けやります。ええ、お願いします。さあママ、お食事の時間だよ。いっぱい食べないと良くならないよ。ママ、おい、シンタ、もう寝る時間だ。でも何度も言わせるなよ。わかったよ。次の日、今日は家族ごっこしましょう。私がママ役よ。シンタがパパ役、先生が子供役ね。私も。さあ、もうすぐ晩ご飯ができるわよ。あなた、テーブルを片付けてちょうだい。唐突にマミちゃんの家族ごっこが始まったのだが。違うよ、そんなのママじゃないよ。何よ、じゃあやってみなさいよ。しんたくん、今日も一人で登園してきたしんたくんはやっぱり不可解な行動をとっていた。これがママだよ。そんなのママじゃないわよ。あんたのママどうなってんのよ。そうよね。それで私はもう一度それとなく確認をしてみることにした。さあ、今日はみんなで家族の絵を描きましょう。午後の時間で園児たちに家族の絵を描いてもらうことにしたのだ。するとできた。しんたくんはやっぱりママだけ真っ青に描いた。しんたくん、このパパは何をしているのかな。それは内緒だよ。やっぱりおかしいわ。ちょっとしんたくんのご家庭の様子が気になってしまいまして、私は園長にしんたくんのことを相談することにした。私一人で抱えられる問題ではないと判断したためだ。何か行動を起こすべきかと思うのですが。だけど、ただの勘違いだよ。余計なことは考えなくても大丈夫だ。そんなことよりも直子先生は来週のバザーに集中しなさい。そんなことよりもって、でも園長。失礼しました。結局園長はまともに取り合ってくれなかった。
だけど、シンタ君パパの言う通り、やっぱりプライベートにはあまり首を突っかまない方がいいわよね。園長だってああ言ってたことだし。でも本当に大変なことになっていたらどうしよう。それは心配ですね。ローリーさん。それでその日の幼稚園が終わった後、私はローリーさんとシンタ君の家に向かうことにした。ここね、結構雰囲気があります。鳴らない。インターホンは壊れているようだった。すみません。ドアには鍵がかかっておらず。とにかく入ってみましょう。ええ。すみません。ものすごい匂いね。なんだか家中に魚が腐ったような異臭が充満していた。仕方なく私たちは恐る恐る家の中を進んでいったのだが、本当に誰もいないのかしら。すみません。家は荒れ放題だった。そこら中にゴミや衣服、食器が散乱し、足の踏み場もない。まるでゴミ屋敷ね。シンタ君は毎日こんなところで生活を。私はますます心配になった。その時、ママご飯だよ。一室からシンタ君の声が聞こえて。はい、ママ美味しい。シンタ君は誰かにご飯を食べさせているようだけど。あ、私たちはその光景を見て衝撃を受けた。本当にシンタ君のママは。その時、何をやってる。気がつくと背後にシンタ君パパが立っていたのだ。まずい。先生、なんで僕の家にいるの。シンタ君隠れて。何言ってんだおめえ。近寄らないでよ。そしてシンタ君パパは気を失ったローリーさんをまたいで。しかしお前、どこから入りやがった。言ったはずだぞ、シンタ君、人のプライベートに首を突っ込んじゃいけねえってな。次の瞬間、私は持っていた催涙スプレーを噴射した。目がシンタ君、行くわよ。2階よ、ひとまず2階に。先生。そして2階に上がった私はとっさに寝室らしき部屋に隠れた。先生、どうしてうちにいるのさ。隠れるのよ、音を出しちゃダメ。わかったよ。許さねえ、絶対に許さねえ。シンタ君パパは私たちを探している。捕まったらきっと。だけどスマホはさっき落としたカバンの中に。このままじゃ助けを呼ぶ手段もなく、頼みの綱のローリーさんも気を失っている。まさに絶体絶命だった。どうやらこの中にいるみてえだな。そして次の瞬間、あら先生いらっしゃい。ママもう大丈夫なの。私たちの後ろからシンタ君ママが現れたのだ。ええ、だいぶ良くなったわ。私は状況がよくわからなかった。ところでなんで先生がうちに。それがわからないんだ、勝手に入ってきちゃったんだよ。最近送迎の際にシンタ君ママさんを見かけなかったもので心配で。それでわざわざ家まで。ありがとうございます。実は数日前から体調崩していまして、家で療養していたんです。ママすっごく顔が青かったんだけど、顔色が戻ってきたみたいだね。ええ、太陽も元に戻ってきたわ。シンタ君ママは体調不良で寝込んでいただけだったのだ。そして私たちがシンタ君ママだと思っていたのはただのマネキンだった。シンタ君ママはアパレル関係の仕事をしていて、マネキンをたくさん持っているらしい。マミちゃんにいつも怒られているシンタ君はマネキンでおままごとの練習をしていたのだ。本当に申し訳ありませんでした。こちらも何かご心配をかけたようで申し訳ないですね。私も家の荒れ具合を見てびっくりしたわ。ゴミもそのままで、洋服も脱ぎ散らかして。私がいないと本当にダメなのね。聞けばいつも掃除をするシンタ君ママが倒れて
家が荒れ放題になっていたそうだ。この人にも愛想よくするようにちゃんと言っておきます。怖がらせちまってすまねえな。そんな慎太くんパパは見た目が怖くてぶっきらぼうだけど本当は優しいパパだった。本当にすみませんでした。私はとんだ勘違いをしていたのだった。